エマニュエル・テオドーズ・ドラ・トゥール・ド・オーベルには、ブルボン朝時代フランスの貴族、帝神、ブイヨン公爵。1715年から1728年までの13年間、ヨー・ウルイ15世に、フランス王室事従長として禁止した。王室事従長を務めたブイヨン公後ドフロア・モーリスと、その妻マリアン・ヌマンシーニの間の、第三子、次男。宮廷では、アルブレコと称していたが、 兄のトゥレンヌコールイ・イシャルルが大同盟戦争従軍中の1692年に戦死したため、V4 区下の家徳相続者としてトゥレンヌコとなる。1721年父の死で家督を相続した。生涯に4度結婚した。1696年2月1日、マ、ま、タいとこのトゥアールコーシャルルベルジークオランドの娘。 マリアルマンド・ドラ・トレモイユと最初の結婚をし、彼女との間に7人の子を設けた。1718年1月4日、軍事大臣を務めたバルブ重工爵ルイ・フランソワ・マリエル・テリエの娘、ルイーズ・フランソワ・アズ・アンジェリー・クル・テリエと2度目の結婚をし、間に息子を一人設けた。1720年5月26日、門舎伯尺。 フランソワド・シミアヌの娘アンヌ・マリー・クリスティーヌド・シミアヌと3度目の結婚をし、間に娘を一人設けた。1725年3月21日、アルクール博、アンヌ・マリー・ジョゼフの娘ルイーズ・アンリエット・フランソワーズ・ドロレーヌと4度目の結婚をし、間に娘を一人設けた。ありがとうございます。